ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。藤井竜王がプロデビュー後に怒涛の29連勝を達成されたのは記憶に新しいわね。うん、霊夢はその凄さがわかってるか？まあ、わかってるつもりだけど、29連戦の中で戦った棋士総勢24人が全員負けたってことだぜ。へえ、5回分は2回戦った人がいるのね。そうだな。って、すごくない？だから、わかってなかっただろ？そうね、戦った人の側から見るとデビュー第30戦目まで誰も勝つことができなかったわけね。それって改めてやっぱりすごいわ。うん、もちろんデビュー直後だから藤井さんは一番下のランクから始まったわけだ。だからトップ棋士との対戦はまだない期間の話になるけど、それでもすごいよな。うん、でも2回戦った人が5人もいるのね。実はその2回負けた人が集まって座談会をやる企画番組があったんだな。へえ、一体どういう趣旨だったの？それが、その場の成り行きで藤井聡太被害者の会ってことになったらしいぜ。何それ、冗談なのはわかるけど。それで、今日はその藤井聡太被害者の会を取り上げるぜ。一体どんな話になるのかしら。時は2017年6月14日、当時25連勝を記録していた藤井さんがいらっしゃった。その日、インターネットテレビのアベマ TV は、ある特集企画を放送したんだ。一体どんな特集企画だったの？題して、藤井四段に2度負けた男たちの証言だったな。へえ、なんだか出演する棋士が気の毒になってきそうなタイトルね。まあ、一種のネタ的な実録ものの趣旨だな。これは、25連勝の時点で2度負けた男たちは、4人いらっしゃるんだ。その4人の棋士の方が出演されたの？いや、出演されたのはそのうちの3名の方だ。浦野正彦8段、竹内雄吾5段、隣雄馬7段のお三方だな。へえ、この企画はどういうことがきっかけで考えられたのかしら？これはアベマ TV の方からおそらく浦野さんの方へ話があったんだと思うぜ。何でも2回負けている人に集まってお話ししてもらいたいということだったようだな。テレビ局の方から話があったのね。うん、それで浦野さんが声かけして収録前に3人のメンツが集まったということらしいんだ。その3人は、浦野さん、竹内さん、そしてもう一人は大橋貴洋6段だったな。あれ、隣さんじゃなかったのね。うん、その時点では、その3人が藤井さんに2回負けた前員だったんだ。ところが、急に大橋さんが都合が悪くなられて収録に来れなくなったそうなんだ。それはハプニングだったわね。うん、たまたま収録2日前になって隣さんが、2度負けた男たちの条件をクリアされたんだ。あら、そうなのね。それで隣さんが来てくださることになったのね。うん、浦野さんがお声をかけられて運よく来てくださることになり話がまとまったわけだ。それで無事当初考えられていた3人という数が揃って番組は無事収録されたってわけだな。番組としては形になってよかったわね。そうだな。番組では3人の中で一番のベテランでいらっしゃる浦野さんが中心になってお話が進められたぜ。浦野さんは詰将棋作家としても有名よね。うん、藤井さんも詰将棋がお好きだから、浦野さんの本をいくつも読まれているだろうな。番組は最初に浦野さんが話を切り出されて始まったな。これってあれかな、藤井聡太被害者の会でいいのかなって切り出しだったな。へえ、浦野さんが言われたことがきっかけで被害者の会の話が出てきたのね。そう、その場は笑いに包まれていたな。それから、将棋に負けてインタビューってないでしょって浦野さんは番組の企画に突っ込んでたな。まあそうよね。その浦野さんは、実は藤井さんのデビュー3戦目と4戦目に2連続で対局されていらっしゃったんだ。そうなのね。浦野さんは最初に負けたし、私が会長でいいかな？と自ら会長の役割をお引き受けになったぜ。当然他のお二方も同意されたってわけね。うん、浦野さんに答えて、隣さんも番組に突っ込まれる発言をされたな。まさか何連敗目のっていう自己紹介をすることになるとは夢にも思っていませんでしたっていう感じだったな。まさに悪夢の企画だったでしょうね。それに対し竹内さんは別の視点から真剣な話題をお振りになったんだ。それは、こういうのに出て藤井くんがどうだったのかというのは語っておかなきゃという感じだったな。なるほどね、歴史的な事件に立ち会っているということね。そうだな。まあこのお三方は藤井さんと二度対決された方々だ。だから、ある意味ではその時点で藤井さんの将棋を最もよく知る証人と言ってもおかしくなかっただろうな。確かにそうね。三人の騎士にとって藤井さんはどう映ったのかしら？浦野さんは、アニメのキャラのように、どんどん強くなっていくという印象を持たれたようだな。そこが見えない天才騎士という感じで受け取っておられるのね。実を言うと浦野さんは、藤井さんのことをプロデビュー前から知っておられるんだそうだ。長くご存知だからこそ言えるコメントだな。そうなのね、いつぐらいから知っておられるの？小学2年生の時からだそうだ。私が最初に指したのが、小学2年生の時。この子、
最年少棋士になるって言うてるんですよって紹介されてと語っておられたな。そうなのね。小学2年生の時に最速でプロ棋士になろうと藤井さんは決意されていたのね。当時の藤井さんは8歳の少年だったんだ。そして浦野さんが藤井さんを紹介された翌月に詰将棋解答選手権が行われ、藤井さんは参加なさったんだ。実は藤井さんが初めて選手権に出場されたのはその2年前の6歳の時だったな。その時は初級戦に出場されたんだけど、次の年には一般戦へ出場され満点を取る快挙を成し遂げられたんだ。へえ、それはすごいわね。それが浦野さんと出会った年の選手権では最高難度のチャンピオン戦への出場ということだったんだ。そのことだけで周囲の人間はみんな驚かされたんだ。それでどうなったの？それが、プロでも解くのが難しいとされる詰将棋を藤井さんは半分を解かれたんだそうだ。しかも、第1ラウンドの成績は同じく参加されていた谷川浩司17世名人より上だったんだそうだぜ。その辺のことをお知りになった浦野さんは、将棋の実力よりそっちが衝撃やったとおっしゃっていたな。それは本当にすごいエピソードね。藤井さんの詰将棋の実力はさらに磨かれていったんだ。それから4年後の小学6年生の時、選手権の最高難度のチャンピオン戦で単独満点初優勝されたんだ。それはプロも顔負けね。そうだな、全くの想定外の事態でみんなが衝撃を受けたと思うぜ。選手権は毎年1回開催されているんだけど、藤井さんはそのまま5連覇を達成されているんだ。とどまるところを知らない圧倒的な実力を見せていらっしゃるけど、5連覇で止まっちゃったの？それがコロナ禍の影響で2020年からは開催中止になってるから、それまでは毎年優勝されたことになるんだ。それはすごいことね。うん、その詰将棋で培われた瞬時に先を読み切る力で藤井さんはプロ入り後も快進撃を続けておられるな。番組で浦野さんが、彼は読みの映像がクリアじゃないかと思う。頭の中の将棋盤がと話されて隣さんも同意しておられたな。それは絶対にあると思いますね。そうじゃないと、あんなに早く詰将棋は解けないと思いますと隣さんは話されていたな。藤井さんの終盤力の強さは定評があるけど、それも詰将棋の実力が裏打ちしているのね。そうだな。藤井さんの終盤力についてはプロ入り前から評判になっていたんだけど、プロ入り後に評価されているのはその成長力だな。浦野さんが言われるには、いろんな人のいいところを全部吸収している感じだそうだ。へえ、やっぱり対戦する人の上手いところを学んで自分のものにしていったりもされるのね。うん、この20何連勝のうちに、確実に強くなっている。と浦野さんは見ておられたな。そしてよくアニメのキャラであるけれど、戦っている相手の良さを吸収して、どんどん強くなっていくと表現されていたぜ。アニメの主人公のように可能性が未知数でどんどん伸びていくってことね。そうだな、となりさんも少年漫画みたいと納得されていたな。棋士としての理想を体現されているのが藤井さんって言えるかもしれないわね。うん、そんな藤井さんについて書き方を話題にされた竹内さんが、教科書みたい。角の使い方が上手いと言っておられたな。それから番組放送の次の日から名人戦が始まることになっていて、竹内さんが藤井さんについてコメントされていたな。へえ、なんてコメントされていたの？先のことなのでわからないですけど、めちゃくちゃ強い棋士になるのは間違いないとのことだったぜ。プロの棋士から見てもお墨付きの強さってことなのね。そうだな、浦野さんも、八冠王になっても驚きません。本当に何があっても驚かないお付け加えになったな。浦野さんはベテラン棋士として小学生にも将棋を教えたりされているらしいんだ。やっぱり先生もされて後継者をお育てになられるのね。それで子供たちに藤井さん関連の自虐ネタで受けていらっしゃるらしいぜ。え、それはどういうことかしら？浦野さんのコメントの引用で説明しよう。小学校に教えに行ってね。藤井聡太って知ってる？と聞いたら、みんな手を挙げる。すごいなと思って、先生は藤井くんに2回負けていますと言ったら、おお、すげえって歓声が上がった。そんな風に笑いながら明かされていたんだ。やっぱりテレビで話題になっている藤井さんと2回も戦った人ってことでリアルに伝わってくるんでしょうね。だろうな。同じような体験は竹内さんにも終わりになって、それを披露されていたな。どんなお話だったの？僕も子供の将棋教室で。先生、どこで負けたんですか？ってすごく言われてってことらしいな。なるほど、子供たちに問い詰められちゃったのね。その竹内さんは、藤井さんの情報が世間に溢れていることについてちょっとした告白をなさったんだ。将棋関係者としてチェックするじゃないですか。自分と対戦する前に、藤井さんのファンになってしまいそう。つまり、うっかりファン目線で藤井さんを眺めてしまったということを告白されていたな。そうなのね、メディアで取り上げられるとついそういう目線で見てしまうからね。そうだな。その一方で竹内さんはご自身のことを振り返ってこうも語っておられるぜ。負けてすごく悔しがったら、中学生の子相手にみっともないんじゃないかというのが自分の中にあって、でも、しっかりお互いの力を出し合って戦ったっていうのもあって、清々しい気持ちはあったと思います。
なるほどね。年齢はともかく実力でぶつかり合う世界だから、互いに力を出し切ったことでむしろ褒めたたえるべきことよ。そうだな。その言葉に反応したのが隣さんで、やはりご自身についてこう語っていらっしゃったな。もともと勝負に対して淡泊な方かなと自分自身で思っていたんですけど、普段以上に注目される中で応援してくださる方もいたので、もっと食い下がって戦いたかった。もっとやれただろうという気持ちもあったので、余計に悔しかったですね。そうね、力が出し切れなかったのだとしたら残念だったでしょうね。そうだな、でもこうして見てみると、年齢も履歴も違う棋士たちがお互いにいい影響を与え合っておられるんじゃないか。そうでしょうね、将棋を愛する心がいくつも将棋界に集まって、そこに新しい波を次々に生み出していっているんだから、とてもいいことだと思うぜ。そうね、これからもっと面白くなっていくでしょうね。それで被害者の会に話を戻すと、今現在では藤井さんもタイトルを次々に獲得されてトップ棋士の仲間入りを果たされているよな。対戦相手は当然トップ棋士に当たることも多くなって、藤井さんに負けを喫した回数の記録も大きく変化しているぜ。今は結局一番被害に遭っているのは誰なの？それが、二つのタイトル戦での連敗を喫されたことで渡辺明名人がダントツの1位ということになっているようだ。そうなのね。なんでも戦績状況の変化で、浦野さんはもう被害者の会の会長の座を売りになられたということらしいな。そっか、初代会長お疲れ様。って言っていいのかしら？そうだな。どうせなら浦野さんにはそのまま名誉会長になってもらったらいいかもしれないな。会のご意見番として見守っていただくのね。まあ、あくまでも冗談だけどな。以上で本日のお話はおしまいです。最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた次回をお楽しみに。また見に来てくださいね。